ラベネルがピックをかける、アンダーでついていく杉本、ファールがありました。レオライオンズ、もう一度杉本、ベースラインドリブルからリバースショット、津田隆明が入ってきています。0番アルフィリプラ、杉本圭仕掛けていった、バスケットカウント。さあ今日の試合も第4クォーター接戦、82対81、1点リードは小菅谷、ここからスリー決まる。ここアウトをライオンズに一度落ち着かせます。ここもカッティング杉本、そして先ほどと同じパターンだ。ただハミルトンが取っている、リバウンドからプレッシャーをかけていくアルティリー、残り1秒、杉本時間を使って、これで試合終了。川谷ここは時間を使って、ここでスピードありてレイアップ決めていくか。リバウンドラベネル、そして長いパス通った杉本、バスケットカウント。杉本トップからオープンのスリーポイント、確実に射抜いた。杉本からまた通した、使ってきました、また杉本圭だ。